はい、藤井美希です。よろしくお願いします。今日は9月11日ですね。今日非常に暑いございますね。午前中ちょっと出かけたんですけれども、この日差しはもう8月というか7月というかすごい痛いようなこう日差しでございますが、まだもう9月になってるのにもこの暑さっていうのはたまらんなと思いながらですね、今日も過ごしてたわけですけども、今日も、日曜日の昼下がり、ラジオという形で、お届けできたらと思っております。先日ですね、私9月生まれなもんですから、誕生日を迎えましてですね、54歳になったわけでございますが、もうここ数年、アラフィフということでずっと言ってたんですけども、いよいよこのアラフィフからですね、もう来年に至ってはもう55でしょってなってくると、もう四捨五入すると60還暦になっちゃうということでですね、ちょっとなんかこう全然変われへんやんと思いながら、最近はちょっと体の方も疲れやすいなと思ったりとか、やっぱこう体力落ちてるななんて思ってるわけですけども、まあ、年齢を聞くと余計になんかこう落ち込むような、落ち込むっていうか、もう還暦かというような形で思うわけですけどもね。まあ、あと1年、54歳をアラフィフ最後の年をですね、もうアラフィフ言えないかもわかんないですけどね、54歳ってのね言えないんですけど、アラフィフ最後の年をねこう楽しめたと思っております。先週はライブですね、MK2 さんの方でライブさせていただきまして、YouTube にもねその様子上げたんですけれども、ちょっとね喋りすぎまして、30分のステージを32分ぐらいちょっとやっちゃったんですけど、これはいかんなということで、非常に反省をしておるわけですね。やっぱり話しすぎると曲と曲の間にだんだん話してきて、でそれがこう面白くないとか受けがないと、余計にそれを取り繕おうと思って話がこう長くなってきて、その悪循環でどんどんこう曲と曲の間につまらない話がなってしまってですね、結局のところこう2分3分もオーバーしたということで、非常にこう迷惑かけたなということでちょっと思っておるわけですけども、まあ出番がね最後やっていうことで、ちょっと気持ち的にもリラックスしてしまったということもあるんですけどね、その辺の反省と踏まえながら、もう喋るのはこのラジオに留めとこうということで、次回、ライブまた今週末っていうか来週の日曜日か、日曜日、次回の日曜日にちょっと予定してるんですけどもね、ちょっと気をつけてやりたいなと、もう喋りすぎない、もう歌だけで十分というふうにちょっと考えております。カフェややさんっていうところでねやるんですけど、今年も3回目かな、ぐらいね、お世話になってるんですけども、そこでまた、来週ですかね、18日の日曜日に、16時からのライブイベントに出る予定でございますので、もしも奇跡的にややさんに近いとか時間があるっていう方は、お越しいただけたらと思っておりますが、よろしくお願いいたします。で、そこですね、そのややさんってとこは、もう、まあ、3度ほど、3回目か、この3回目なんですけども、まあ、もともと、まあ、ライブ居酒屋みたいなところで、数年前からお邪魔させてもらってたんですけど、今年に入って、リニューアルされてですね、リニューアルされた中の一つの変化に、懐かしい、こう、お店の中にですよ、アルバム、レコード、ジャケットですね、がガーッと飾ってあるんですよ、アルバムが。CD ではなく、でかいアルバムですよね。あれが飾ってあって、もうな非常に懐かしいんですよね。僕は昔、中学生、高校生の時に聴いてたアルバムが、こう、ジャケットがこう飾られてですね、非常に懐かしくて、次回のライブではそんなね、曲を、自分が懐かしいなと、そこの飾られてたアルバムに入ってた曲なんかをやりたいなと思っておるわけですけども、そのね一曲に、今から今日やろうと思ってるカバー曲をがあるわけですけど、それがね剛さんの逆流っていうアルバムがあるんですね。これ2枚目のアルバムですね、2枚目のアルバムで有名な曲で言うと純子なんかが入ってる曲、純子とかが入ってるアルバムなんですけども、この逆流ってアルバムは剛さんのこう顔がアップでこうダンとこうあるすごくこう印象深いレコードのジャケット、アルバムジャケットだったんですけど、そのジャケットがそのままこの前、ややさんお邪魔した時にですねあったもんですから、あ懐かしいな、アルバム逆流ってアルバム懐かしいなと思いながら、そういえば中学
時一生懸命聞いてて、高校の時一生懸命真似して弾き語りしてたなということをね、思い出しながら、そのジャケットを眺めてたわけですけども、うん、その中からですね、一曲今日はやりたいな思うんですけども、いろんなね、まあ、純子入ってるって言ってましたけど、純子とかね、有名なとこで言うと祈りとかね入ってるんですけども、その中でもね、この私逆流の中で一番やってた曲ですね、やってたというか最初に取り掛かって手につけた曲でございますが、これ確か B 面の1曲目にあった曲でございますが、膝枕という曲があるんですけどもね、この曲をちょっとやってみたいな、そのやるのもあの時ですね、あの頃高校の時にやってたバージョンでやってみたいなと思います。では剛さんの逆流から膝枕。
はい、剛さんの膝枕という曲でございますが、この曲ね、高校の時に結構ね、人前でやったこともあるんですけども、これ相棒と二人でね、ギターをこう、ツインでやってやるんですけど、これイントロでこう、ハーモニクスっていうのあるじゃないですか、こう。こういうですね。これがよう結構、人前でやるとき失敗してですね、例えば、こううまくならなかったですね、まあ、今回も、うまくいかなかったこと多々あったんですけど、まあまあ、ね、一発勝負ということをやったわけですけども、非常にこの決めのところのハーモニクスをね、こうやらなあかんってい う, こう緊張しながら人前でやったということを非常に思い出しますよね。で、その失敗した時にガクッとしながらこう、これ初めにね、イントロでこれをやるんで失敗したらなんか落ち込みながら歌いながらみたいなことやったことを非常に覚えてますけども、そんな思い出の膝枕という曲でございました。この曲とね、来週の日曜日のライブでもう一曲懐かしい、その、飾られたアルバムからですね、これは拓郎さんの曲をやろうかなと思ってるんですけども、懐かしい思い出のアルバムジャケットを見て、思いついた曲をやろうと思っております。先ほどの膝枕という曲は結構自分では気づいてなかったんですけどね、当初やってる時っていうのは結構こう、なんか急にメジャー調の曲なんですけど、サビだけがマイナーでね、こう眠るよでね、ここだけがこうマイナー調の曲になって、初めはお前の膝枕がとってもってこうねなるわけですけども、非常にちょっともう言われた凝ってるような曲やなってね、今弾きながら思ってましたけどもね、どうでしたでしょうか。この曲はね、結構ライブ版でも お前を正雄ってね、読み替えて剛さん歌ってたりする曲でございますのでね、懐かしい方もいらっしゃったと思いますが、じゃあそんな感じで今日はこれで終わりたいと思います。藤見希でした。